ウリセス・ウーロオルー・ロール・ベールは、ドミニカ共和国の政治家、軍人。サンド大統領を務めたが、ドミニカ共和国の経済を崩壊させ、反対勢力に暗殺された独裁者である。1845年、セント・トーマス島から渡ってきた、ハイチ人夫妻の息子として、プエルト・プラタに生まれる。父と母はスペイン語とフランス語を話せた。1861年、 相次ぐ戦争に耐えかねて、ペドロ・サンタナ大統領が再度スペインに併合を申し入れ、ドミニカ人自由派が独立戦争を激化させると、ウーローはこれに加わった。この戦争の間にウーローは、政党、ロスボローズで頭角を表していく。1876年に、プエルト・プラタを奪取し、グレゴリオル・ペロン将軍は追放されていたウリセス、エスパイアを帰国させ、 大統領に担いだ。1879年に、グレゴリオルペロン将軍が大統領に就任したが、ウーローは故郷に残って、タバコ承認を始めた。1880年9月1日に、カトリック司祭のフェルナンド・アルトゥーロ・デ・メリノが大統領に就任すると、政治の世界に戻り、内務大臣として入閣した。メリノ大統領は任期を終えると、ウーローに権限を、異常し、 1882年9月1日に、ウーローは大統領に就任した。1884年9月1日に任期を終えると、再選を目指して大統領に出馬した。だが、メリノ政権で戦争、海軍大臣を務めた、フランシスコ・グレゴリオ・ビリーニ将軍を、グレゴリオ・ルペロン元大統領が支持し、ウーローは敗北した。敗北後も、ウーローは、政権奪取を狙い、 ビリーニが政治犯の恩赦を定めたと風説を流し、1885年5月16日にビリーニ大統領は失脚することになる。後任には副大統領のアレハンドロ・ウェス・イギルが就任した。1886年の大統領選挙が行われ、ウーローは再びグレゴリオルペロン将軍の支持を得て出馬した。だが、対抗馬のカシュミロ・ネメシオデモヤの支持者が、 ウーローの選挙違反に激怒し、シバオで武装放棄を企てるも、ルペロン将軍等の力によって放棄は抑え込まれた。こうしてウーローは1887年1月6日に大統領に就任する。1888年にはグレゴリオルペロン将軍を追放し、翌年には憲法を改正した。さらに、権力基盤を拡大するために、来売派閥も政権に組み入れた。 同時に秘密警察と密告による監視体制をドミニカ全土に敷き、政敵たちを監視した。ドミニカ共和国の経済は、タバコの輸出が主な産業であったが、1868年にスペインとキューバとの間で起きた10年戦争により、砂糖農園が流入、砂糖はタバコの輸出額を上回るまでになっていた。ウーローは、砂糖農園主たちに、 東南海岸部に広がる平野を提供し、機械化した工場を建てさせた。さらに、ウーローは近代化政策としてザマ川に橋を建設し、プエルトプラタとサンティアゴの間に単線鉄道を敷いた。ウーローは砂糖の価格が急落した後も、工場の建設を進め、インフラ整備も続けさせた。この政策のための資金は、欧州やアメリカの銀行からの借金で賄われていた。 また、支持者や軍人に多くの賄賂を送っていたため、このための資金にも借金はかさんだ。ついに百8 9 9年7月26日、タバコ農園の農園主や商人らが放棄し、同国北部の町もかで、ウーローは暗殺された。暗殺後、国家債務は3500万ドルを超えていたことと、ウーローが海外の銀行から多くの秘密融資を受け取っていたことが判明した。 政府は、破産を宣言し、経済の崩壊を理由に、アメリカ軍が介入することになる。テレシタ・マルティネス・バーンチョ、ネーションシチズイン・ザ・デミニコン・リパブリック、1880から1916、ありがとうございます。